SDGs。 みっけ参院 SDGs。 今回は先週に引き続き、鳥取市で豆乳を製造するマルサンアイ鳥取の取り組みを紹介します。金子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マルサンアイ鳥取では、大豆から豆乳を製造する際に大量に出る搾りかす、おからを無駄にすることなく飼料に利活用しています。おからの再利用、 SDGs 見っけ。目標12、作る責任、使う責任ですね。はい。鳥取工場では主に1リットルパックの豆乳を1日約26万本製造しています。その際に排出されるおからは1日で約30から35トンになります。それを県内で有効に活用できないかと、鳥取県や大学、地元企業の大仙乳業さんと連携して牛の飼料として活用する実証実験を行っているんです。豆乳工場のおからを牛の飼料ですか？そうなんです。やってきたのは大仙乳業の生産者、西谷牧場。どうしておからを使おうと思われたんですか？大仙乳業では飼料価格高騰など酪農家の経営圧迫を削減するため、飼料コストの削減が必要であると考えました。県内で排出されるおからを飼料として使うことで輸送コスト削減、また飼料の安定供給にもつながり、持続可能なシステムとして期待しています。おからは水分が多く傷みやすいため、保存性を高めるための有機酸を添加するなどの試験を経て飼料化。牧草や穀物などにおからを混ぜて酪農家での長期の給与試験を行い、乳量や乳質などを確認していきます。おから飼料の再利用に関する取り組みは SDGs 目標9、産業と技術革新の基盤を作ろうにつながります。おから飼料を使ってみてどうですか？県産飼料に置き換えられたらコスト削減にもつながりますし、大変助かります。乳牛もよく食べてくれます。県内企業同士の連携で資源の循環にもつながりますし、すごくいいと思います。豆乳工場のおからを牛の飼料に再利用、地域連携で SDGs を見っけ。次回もお楽しみに。